寒い寒い、めちゃめちゃ寒い、やば寒い、やば寒い、不具合出たらすぐに教えてね。こんばんは。いや、めちゃめちゃ寒いよ今日。見えるぜ。はい、頑張るよ、カタラン。闇が似合う。まあまあ、そういうバットマン的な側面あるわな。ダークヒーローだからね。まあ、そういうところはある。光と影で言ったら影。どこいんだ、陽平くんは。どこいんだ。駅前で待っとけっつったけど、いないね。いたいた。どこだ。
萌えくん、よろしく。やってんの今？今やってます。バキバキじゃん。めっちゃそうです、うん、今何人いるの？3人です。タイトルは？タイトルはワードを先に。それそれテロップテロップ。タイトルタイトル。タイトルはあの青壁前でした。ダメなんですよ。捨て頃に変えな。捨て頃に、捨て頃に変えな。もしかしたら安田さんがなんかブログ持ってきたの？マジで？誰が？剣坊さん。剣坊さん、どうしよう。剣坊さん、何この辺の住んでんの？持ってきてくれんの？ニットはある？ニット、ニットあります。とりあえず移動しよう。移動しよう。うん、合流したよ。中野ってどこ？中野、あ、近い近い。あそこ奥の交差点先が中野だから。あ、結構近いです。結構近い。水戸はってもやらしいですね。え、あ、水戸はないんだ。でもグローバルだけ助かるんですよ。全然違う。ね、本当は公園でやりたいんだけど撮影許可が出ないから、だから橋でやろう。ね、向こうの方に橋があるから、橋の上でトレーニング。都庁前の橋って言って。ああ、 TK さんミットやってるらしいですよ。嘘。え、 TK さんどの辺に住んでます？ TK さんはあれですね、あの池袋、うん、ちょっと遠いな。今日一緒にリアタしてたんです。ミットあるんだったら。ワトさんにどこ持っていけばいいか聞いて。都庁前の、都庁前とかあの中央公園って言えば多分伝わる。都庁前か中園、中央公園。中央公園。ちなみに TK さんも、うん、合同練習してるんですよ。え、もともとアウトサイダーとか出てたんでしょ？あ、一回だけ出ました。いくつの時？19の時です。あ、2年前。2年前ですね。ラトゥールの方でしたっけ？ラトゥール、新宿中央公園。お店とかありますか？お店はないな。新宿中央公園まで来てもらえたら、滝のところ、広場のところに来てもらえたら取りに行ける。ニットがあったらね、最高なんだけど。ちょっとあれですね。でも PK さんが欲しかったら。マジで？これなら持ってきてくれる。嘘。でも池袋結構遠いよ。遠い、うん、タクシーで来ても20分ぐらいかかる。まあね、それで全然来てもらってミット持ってもらえるのはさらにありがたいし。もう一回教えて。中央公園。新宿中央公園。新宿中央公園。滝の広場。こっち側コメントねえな。なんだろう。ないです。家近いっすね。家すぐそこ。今日池上が言ってました。そう。あ、あったの池上さんと。昼間ずっと一日中リアタしてたんですよ。へえ。向こうの方でしょ。新宿中央公園。あ、そうです。寒い。コメント止まってんのかなこれ。誰かコメント書いてみて。あ、ありがとう、アスガード。止まってねえわ。声聞こえてるっしょ。え、ジムとかは行ってたの？ジムは、うん、あれっす、9年間行ってます。9年行ってんの？あ、だから普通に強いじゃん。まあ、最近やってなかったので、4ヶ月くらい。キック？いや、ボクシングです。やっぱ、捨て頃出るならキックの方が怖いと思う。確かに。でもボクシング9年やってるのは相当強いでしょ。まあ相当できることはできますね。え、ただ
キックされると多分負けるんですよ。だから雲、はいはい、キック強いから結構。そうだね。キック対策する？そうですね、キック対策でキック教えてほしいです。俺は、打つよりもガード覚えた方がいいと思う。パンチがもう要はズバ抜けてるわけだから、9年やってるから。あ、カットとかそういう。そう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 、あの蹴り方も覚えた方がいいけど、多分ねガード覚えた方がいいと思う。それだけでだいぶ強くなると思う。攻めよりも守備、守備覚えないと。あのドルさんとかに教わる前とかだと一発でも 1,2 発で動けなくなっちゃう、芯に入ると。なんかドルさんに、素人だけど、あのドルさんに教わったことでよかったら全然伝えることは。ドルさん強い。9年パンチ。じゃあ逆にアッパーとフック教えてくんない？俺に。アッパー、アッパー、あー、どう教えたの？いや、フォーム見て盗むわ。基本自分接近戦。インファイター？インファイター。距離取んない？え？距離はあんまり取らない。おお。TK さん来るって、うん、TK さんまだ枠にいます。よかった、一緒にトレーニングしましょうので。 TK さん結構強いです。へえ。タバコを吸うの？タバコ吸います。じゃあ1本吸ってこ。はい。いや、PK さん来てくれれば結構。え、でも合うんでしょ28。合うっすね。俺も行くから。あ、来てくれるんですか。うん。これはまたチャリで。すげえな。配信回した方がいいよ。ですよね。うん。何歳の頃からやってるのボクシング？小6の頃ですね。へぇ。親瓶拾って。あ、こっちこっち。いや、ほんとか、マジで剣道さん、技すぎでしょ。え、来んの剣道さん。あの、TK さんを拾ってからここに来てくれる。え、マジで？すげえいい人じゃん。今日も、それこそ TK さんと剣道さんと、もう一人いたんですけど。あ、もう知り合いなんだ、剣道さんと。あ、いいじゃん、いいじゃん。その TK さんが結構、閲覧ある人で。へぇ。え、配信者なの？ TK さんは配信。え、もしかして誰かボコした人じゃなかった？誰かと揉めた人じゃなかった？それクモンじゃないですか。クモンか、クモンボコした人か。お、ミット持ってきてくれるらしい。お、やば。あざーす。ここでやったらまずい。ここでやってたんだけど通報入っちゃうのよ。あ、だからあの上のあそこの橋あるでしょ。あ、はい。あそこでやる。あそこなら通報入る。あそこはね、要は大丈夫なの、道路だから。で、迷惑かかんないから。ああ、通報ってそれ見てる石とかって。そう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 。じゃない、だって住宅街にないもん。でっかい公園だから。うわ、超助かるじゃん。助かる。ミット持ってきてくれるって。ありがとうございます、健坊さんと TK さん。助かるっす。マジで TK さん強いの？
相当強い。相当強い。あ、教えてもらおう。ガタイがすごいっす。へぇ、お疲れ様です。また心しいイメージで。はいな。あ、ていうかバイトも決まってねえって言ったもんね。そうですね。うん、じゃあ逆に俺が教わる番じゃん今日は。山田さんも相当強いらしいじゃないですか。強くないよ、負けてるもん。なんか どれの新職人に行ったやつかみたいな、そういう YouTube。 そういい動きしてたっすよ。フルボッコにされたやつでしょ。7倍ぐらい。あ、そうそうそう、そう、痛いよ。では体重がもう違う、根本的に。そうっす。 TK さんも多分相当体重違うと思うんですけど。でかいの。結構でかいです。職人です。ワドからネイちゃん。ネイちゃんはもうすごいいい人だよ。うん、可愛がってもらえな。何 6? タイトル変えな。タイトル変えな。うん、これ一回切ります。一回切ります。タイトルがワドとスパーリング。こっちが重要な。これ目立つタイトルにしないといけない。ステボロ、ステボロ出る。ステボロ、ステボロ出たい。いや、やっぱり配信のノウハウも教えていく、後輩に伝えていかないと。先輩から教わったことは釣りタイトル、釣りサムネ、基本だから。多分それで閲覧変わるはずだから。ワドさん映ってるだけで変わるっすね。変わる変わる。池上と映ったとき全然変わんなかったんですよ。いや、俺が音追すればいいのか。はい、かやほ、こんばんは。あそこめっちゃ薄型ですね。これレッツノートってやつ。もう配信者はこれ一択。30万くらい。だから金掴んだらこれ買ってもらいな、リスナーさんに。リスナーさんってこれ買ってくれるんですか。だからこれリスナーさんからもらったらもう何台もらってるよ。前使ってたパソコン壊れちゃったんですよ、ハードディスク。何人増えた。何人全然増えてないでしょ。今ツイッターで拡散するから待ってて。うん、いや久しぶりだな、ボクシングすると。で、テロップ変えな。あ、テロップ、テロップ何をした。お世話だ、姉ちゃん。いや、なんか大丈夫だね、増えたね。多分それでやってればいつもより人は増えるはずだから。で、フォローしてもらいな。はい、うん、フォローお願いしますって常に呼びかけて。明日の夜8時にバス、あ、帰るの。そうっす。
ハウスも配信者。配信主って言い方してるけど、いい人だよ。うちのリスナーさんみんないい人。ですよね、平和ですよ。うん。めっちゃ肉屋みたい。ガキがいない。ジュースとか、なんか。あ、いいよいいよ、金ないでしょ、俺買うよ。え、ありますよ。さっき倍にした。自転車何分こいなんでしたっけ。40時間。そうですね。スマホでは配信したりしないですか。俺はもうニコ生からやってるから、あの高画質でやりたいからパソコンだけ。ああ何飲む。え、本当にいいですか。あ、ワイヤードさんいらっしゃい。ワイヤードさん28日よろしくです。さっき 倍にしたっすね。1000円を2000円にしたっすね。めちゃめちゃ減量してるから。今逆に増量中ですね。いや、減量してる。太ってきたら減量すればいい。いや、最初に太らせて試合近くなると絞るんでしょ。よく和藤さん変えて。いや、和藤さんはいや、してばトレーニングする。行くか、じゃ行こう。そんなに明るくない。そこでやる？カメラの楽な安定方法してください。スタンド。寒いよ。いや、体力取るない方。じゃあ準備します。ラグってない？大丈夫？音と映像。手を挙げて、手を挙げてください。ありがとう。ラグってないね。ラグなし。3倍目光さんが出るんですか。いや、出ないって言ってた。光くんはセブンさんも出ないって言ってた。あセブンさん三代目光負けましたね。そうそうそう。膝蹴りそうだ。セブンさん2試合やってるからね。相当不利な状態で。光くん強かったけどね。もっと格闘家じゃないですか、ね。そうそうそう。空手家かな。お、ワイヤーでだ。いらっしゃい。
もうちょい高い方がいいかな。このくらいの方がいいかな。技とかあります？キックいや、わかんない。では俺3ヶ月しかやってないもん。いや、ほんとですか？それそんな捨て頃前に、しかもジム通ったことないし、全部ドルさんに教えてもらった、達彦と。ドルさんに教われば相当。これバッテリー、映像も音声も問題ないね。大丈夫ね。何時頃来るんだろう。結構かかると思うんですよ。30分以上かかるでしょ。池袋だって中野から池袋経由するんですよ。100均でもいいから三脚買っといた方がいいよ。あと光学レンズ。光学レンズ。セリアってある？地元に。あ、あります、あります。セリアに光学レンズ100円で売ってるから最初はそれでいいよ。あ、え、地元のとこにも売ってるんですよ。セリアだったら売ってるはず。もしくは東京の新宿で帰りに買ってきな。あ、100均で売ってるから。三脚はやっぱ高いですよ。深夜にお手柄食いながら初見です。ジュリアさんでした。三脚は今トレンドなのはもうこれでも1万ぐらいしちゃうから、この上の部分を三脚の固定に変えるんだけど、スマホとか。そう、ジュリアさんのあれかな、ワドーさんです。ジュリアさん、ジュリアさんは違うんじゃない。ジュリアさんは俺のリスナーさんじゃない。あ、うん、久しぶりだな。池さんのアプリ、洋平さんを見てて、あー、あの時か、走らないすごい見て、そう、俺ね、金魚みたいに見てるから。あとみんな通知とかフォローとかお願いします。今向かってます。あ、PK さん今向かってるらしいです。あ、了解です。準備運動したら体温めとこうよ。そうっすね。うん。またどれにボコられるぞとか言われてますね。実際ボコられてるから。はい、トイレ行ってくるからさ。あ、オッケー。その間にじゃあちょっと荷物見てて。
ってることじゃない。いや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 、逆に勝負するから。ちょっとトイレ行ってくるわ、俺。みんな荷物見てて。てかまあこんなの盗まねえよな、誰も。こいつとドルさんの大変の方が見てみたい。すげえな、和蔵さんの枠168人もいるし、羨ましいな、マジで。まあ努力の証拠ってやつやな。身長高い、今がチャンス、荷物けど。いや、それやった瞬間ほんと和蔵さん切れますからね。多分俺と絶縁的な感じですよね。相当ね、相当やばいよ。みんなよかったらね、通知とかサポフォローお願いします。ほんと配信頑張るんで、いつか和道さんを越す。ちょっとチューニング入ったんですけど、まあその辺は見せる。もう一歩は誰、僕、陽平くん様様っていう配信でやらせてもらってます。陽平って呼んでくればいいです。まあ、和道さんとは今日初めて会うんですけど、今日トレーニングってことで一緒にやらせてもらってます。陽平さん、ご飯は一応マックを食べましたね。ちょっと油多いですけど、あんまり、ね、しっかりと。陽平さんよろしくです。海宝さんよろしく。はい、ご飯はね、マックを食べたんで。すごいな、これ。
和道さんは今トイレに行きましたね。うんぽうんちしたい。和道さんの枠ってすごいな。やっぱ 大手ってあれなんだね。緊張感漂うね。だってもう閲覧の数がやべえ。170人、いやすごくないですか。アンチ待機。多分もうすぐ来る。もうそろそろ来る。ただいま。コメント見えてる？見えてる。落ち着いて。また狩り場取れたの？知らん。見えてる？ドレさんがミュウツー戦に向けて前蹴りのさばき練習した方がいいって言ってた。オッケー。いや前蹴りはね、大丈夫だと思うんだよね。寒いっすね。19度。はい、すぐに風邪ひいてる。潜っていつつ見てましたね。リーさん、リーさんはワドさんのあれだな。TK さんとワドさん結構いい勝負するかもしれない。いや、しないでしょ。もしかしたらわかんない。体格
録音してますね、はい、収録結構出すんですか。いや、収録音っす。安いやつ。3人では結構筋トレとかしてます。いや、しない。筋トレってあんまり関係ないらしいっすよね。その人の先生によってパンチの打ち方によって重いかもしれない。あれはあの刺すやつは あります。でそこを使いな。あ、使っていい。で、ここの上のボタンを押して USB の。あ、はい。これっすよ。そう。脇がラーキー。なんかめっちゃディスられてるっすよ。いえ、でもパンチ戻すの早いから多分相当パンチはいい。ただ腹があのがラーキー。キックできるからあ、グローブはしますよ、一応。和道の親父はプロのキックボクサー。え、親父さん、キック、マジっすか？すごいな。あの、あれを受け継いでる遺伝子を。
こトラック止められる、トラックが止められないですね。寒いっすよ外。あ、こんばんは。お疲れ様です。あれ、ありがとうございます。来てないですか。はじめまして。どうも。これ健坊さんから差し入れです。おお。ありがとうございます。休憩してください。健坊さんから。ありがとうございます。置いとくね。あれ健坊さんは。はい。健坊さんは。健坊さん今車止めて。あ、車止めるって。うん。静岡の？俺も静岡なんだけど地元。TK さん来ました。どうも。ジュリアさんが。あ、どうもジュリアさん。どうも。いつもお世話になってます。またアウトマン。さっきね、言ったのよ。剣棒、またアウトマン。いやもう寝ようでしょ、もう。でも仕事はまあ大丈夫だ、ね。これがいいよ。寒いね、外ね。おぉ、和道さんと28日。はい、よろしくお願いします。タイマー持ってきてるよ。いいっすね、うん、結構風呂かかって。あざっす。ワンツージャブワンツーミドルぐらいでしたら持ちますけど。おぉキックはさすがに、まあ、まあ普通にミドルでこれで。そうですね、ワンツージャブミドルぐらいでいいかな。うん、あ、持ち方逆だ。
静かにミット持たねえかな。あ、いや、そうじゃなくて、こう。あ、そうじゃなくて、こう。手が見えてる。そうそうそう。まあ、選手はミット持たないもんな。エントリーはしたの？それかな。いや、してないです。便所さんの枠で結構アピールしたんですけど。出すのはいいんだけど、結局出たいって人がいっぱいいるから。やっぱいすぎて。あとは集客、そこね。そこね。大事なとこね。どうも、ジュニアさん。おる来ちゃった。切り対策は来ちゃったよ、ミット持って。どうしよう、あ、蹴り、教えてもらえば。ワンツー、オッケー、ワンツー。強い。横から。もうちょっと切りな。おぉ重いかもしれない、結構。うん、タイミング神ミット位置ちゃんと打つぜ、うん、ステゴロ2出るの？俺はエントリーはしたよ。エントリーはして、要は年末にその選考会で呼ばれるかどうかだね。年末決まるのは。エントリーはした。エントリーシートはもう出した。約束稽古する？約束稽古。あ、いいよ、ミットいらないよ。いらない、うん、ミットいらない。今一瞬ローキックなる？キックってまだ絶対出せる。俺ローしか分かんないよ。あ、ロー？普通に構えて構えるじゃん。で、その右足、利き足でしょ。で、こう踏み込んで、ここに入れるのが、そう、前足を蹴るのが、中央のこっち側のとこ、こう、足を踏み込んで、ここに立って、で、ここを蹴るっていうのを、ももかんって言って、あ、やべ、健坊さん。どこあるか、はい、わかる、痛いの、痛いし、そう、そこをバンってその割れた感じに行くの、うん、だからここを蹴られると一発で動くんですよ。なんていうかね、ズドンと重くなる感じ。ここに入れるっていう感じ。ここを狙うんだけど、で持っていくっていうか、そう、あー痛いですね、今、うん、軽くそのパチンって言った振り抜くと、ね、一発で立てなくなっちゃうから、からそれを防ぐために外向きに足を上げるの、すねでここでカットする。だからここ狙ってくるんだ。あ、そういうことか。位置を変える。ここ狙ってみて。こういう感じ。あ、ここでぶつけるっていうか。そう、一回やるよ。とね、ガニ股に外向きに。そうそうそう、それでスッと上げる感じ。そう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 、なるほど。その足を上げる。そう、こっちを狙った場合はね。でもう一つあって、普通にまた構えて、今度
こういう軌道で上げるだ、はい、でもこういう軌道でその逆これをインサート、うん、後ろ手にこう、ここを狙って、ね、今度こっち出してここを狙うの。そう。でも、こう上げても入っちゃうじゃん。はい、だから、こっち狙って。こういう。ああ、もう、切る前に。そう。だから、で、今度、ドルさんが得意なんだけど、また構えて。今まではさ、こうと、こうのコツが蹴る場合じゃん。はい、ドルさんって、こう。何僕はシンローっていうのをやってくれたな。4種類あるローキック。おはようございます、よろしくお願いします。だからなんかそれぞれに対応が違うから、TK さん来たよ、暑い。中学生じゃない、21歳。よろしくお願いします、和道です。あ、どうも。これは配信者ではないんで。あ、配信者じゃないですえ、でもたまになんか筋トレ配信やってますよね。やってないですね。やってないですか。はい、配信したことないです。なんか捨て頃のチケットどこで買えますか。捨て頃のチケットまだ売ってないよ。捨て頃のチケットどこに書いてあるの？セゴンチケット。まだ、来年の6月だから、2ヶ月前ぐらいに販売。ローソンとかで買える。場所がね、めちゃめちゃドラマティックな。なんか自分に酔えるな、ここで練習したの。そのためだけにやってるの。いいですよね、ここ。そうっすね。すごくいい。あ、いただきます。ありがとうございます。ぬるくなっちゃったかもしれない。あ、とんでもないです。ありがとうございます。降りる感じなんでね、こう来て。あ、うまい。あ、なるほど。さっき教えてもらったのがいいですね。今日もこっちでもいいし。で、逆に、間に合えないときは、こっちに来て。できる、下の方にこっちでもそう。同じく払うから。バドさんの配信見てたんですけど。何ですか。ありがとうございます。これだけで行こうとしてましたよね。そうですね。もう僕はこれで行こうと思ったんですけど、あのリスナーさんからリスナーさんからパンツを履きなさいってすごい怒られて、みっともないでしょう。前蹴りもやる。前蹴りはどうやってやるんですか。前蹴りは振ってるから。前蹴りってこうする。出てるよ。ちゃんとね、振ってきて、こう払ったりとか、こっち側で打つ前蹴りもあるんだけど、あの外に向けさせるの。持っていいの。あ、右手ですね。どうしてもいいよ。これダメ、今の。普通に一発で打って、こう払ってしまう。ああ、いてえよ、いてえよ、やばいよ、結構、本気で蹴られたら、かなり本気で蹴られたら立てないわ、一応見れば。今のだって、強さの人、ちょっと変わっただけだよ。で、こう払うと、こうとか、で、これがこっちに打ってきたら、いや、知ってる、ダメだ、これだと、で、慣れちゃう、こう、やつをピアス、逆のバージョン、間違えた、そう、こういくじゃん、で、こっちが飛んでくるじゃん。でもこれブロックできた。あ、そうか、そうか。ただこっち側で。それ必要なんだよ、これぐらいで。じゃあ、こう下げる。こういう感じ。こうすると、打てるじゃん。ああ、打てるじゃん。そういうことか。え、まあいいです。これでもいける。ああ、これまだいけるか。すげえよ。結構、奥が深い。反射でできないとって言われる。本番全然。ミュウツーと決まってるよ、俺。ミュウツーと違うんですか。知らん。
練習する？します。周り人いるじゃないですか、ゴールキックの。何分だろう。これはね、何分だろう。回転できるから、こういくわけじゃん。だけど、思いっきりその体重乗せるから、空振りしたときに、こう止め打つ、こんなふうになっちゃう。それで、痛くなる。すぐ多分体勢立て直すためにやってるんだと思うけど。どうですか？ TK さんは回るとか、どうやるか回るとか。後藤さんもなんか聞くような。やつです。3ヶ月ドルサチ独学で教えていただいて、全然素人です。あ、もうボックスで、バッティングをボックスでみたいな。でも、距離は家の狙いました。前年されたら終わりなくなっちゃう。どう使うかでも、コーナーに追い詰める。どう使ってもコーナーに追い詰めるかもう終わりですよ。どういう時に使うかで、間合いを分けて取り出す。いや、偶然の流れだよ。なんか、その、陽平くんがステゴロ出たいって俺の枠でずっと言ってて、東京いるんすよっつったから、暇なら来いよっつって、一緒に練習しようっつって。ずっと稽古やろ。前に入って、で、どっちだけど、どっちが蹴りやすい。右の。そっち。じゃあ、順番に蹴り合おうか。で、カットの練習しよう。いいよ。一発ゆっくり蹴って。え、ロー。で、ここを狙う。うん、それ低すぎる。ここを狙うかも。どこで打ってるの？すねて一番高いの。弁慶ら辺のこの辺なんだけど、例えばね、よくあったのが、ここで蹴るサッカー蹴りがあるの。これで足首自分で壊しちゃうから。いるっすよ、そういう。だからもっと踏み込むと。そう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 。で、多分こうなっちゃう癖があるから、それを直すために癒されに行ってるの疲れるみたいな。牛乳瓶とかね、あの瓶ビールとかガンガン打たれ強さ。そう、打たれ強さ。あの、だから、なんつうの、ガードする方も痛いし、あの蹴る方も痛い。もうだから、すねができてない方は、だから蹴る、バンバン俺に入れたでしょ。あれ、歩けなくなってたんだよ、試合後。自分のダメージ。そう。だから、本当にえげつないのとかだと、ローを狙ってここ。ここ狙ってここ。ここに行く。痛い。ここをぶつけるっていう高等な技もあって、これで膝を壊しちゃうっていう。ガードさせて逆に壊す。そう、ガードの方で壊しちゃうっていう。いや、練習でこれやると嫌われる。ボード練習とかで。まあ、本番の時だったら関係ないじゃん。ガーンとぶつけて。それ、ちょっと。射精っていうか、相手が動けなくなっちゃう。蹴れなくなるから。そしたら相手の武器1個壊せるから。そう。蹴られなかったらもう感じて。ここはもうこっちの蹴り放題だから。ごめん。そうそうそう。結構ガチ。ごめんね。いいよ、蹴ってくる。
あ、今の、今の膝の終わった。練習だっすね。あ、そう、あれこれ、もうちょっと上げる感じ。あ、ね、こういう感じいいと思う。いや、どうかな、すっきりする。マススパーでも、なんですか、蹴りが結構本当に入れてる、本当に上げる感じだ。ボクシングっていうか、膝でここで当てるんじゃなくて、ここでパッと進む。できなくない。もうボクシングだから。マスでやる、マスってマスって当てないやつ。いや、当ててもいいですけど、キックなしでやるやつ。キックなしでっつっても、俺マウスピース持ってないの、怪我しちゃうの。グローブないでしょ。ボディだけ、グローブ、グローブあんの。借りていいんでしょ。もう池江さん、これ借りていいですか。借りていいっす。うん、あ、それ、うん、剣道の。あ、借りていいっす。あ、ありがとうございます。マウスピースつけてなかったら怪我するっしょ。ボディだけでいいっす。ボディ、手出しの、ボディ。マスでいいじゃん。その当てないやつで。16っすよね。16できる。おめぐで。重いじゃん。めっちゃ重いよ。深爪がめちゃくちゃ痛い。どれ、わかる？どれくらいか。マス。当てちゃうかもしれない。でしょ？怖いよ。ダメなし。ボディ。ボディどうした？それで顔なしの、この腹だけですよ。もうそれだったら来るパンチ分かっちゃう。マスでやるときは、それくらいでやるけど、仕方ない。危ない危ない。スローマスの方がいいよ。そうっすね。はい、スローマスでやった方がいい。ゆっくりやろ。ゆっくり。スローマスで。いいよ。え、スローマスってことですか？あ、もうこう。スローで。スローでこう。三発貸しですからね。貸しじゃない。いいよ、どうぞ。え、こんな感じですか？もうちょい早く飛ぶ。いいよ。
さっきのおかしいですね、これ。これ一発は一発ですからね。配信上では笑ってる和道さんがこうやって真剣にボクシングやるとなんかめっちゃ笑っちゃうんだけど、なんで配信の笑顔はどこ行った？真剣に真剣に真剣に昨日めちゃくちゃ爆笑してたんですよ。なんか どれさ目が見えねえな。あれ音だったじゃあ撮りますよ。2分でいいっすよね。2分で、はい、スタート。これ当てるやつですか？はい、ます、ます。寸止め？あ、ごめんなさい。いいよ。暑いんだよ、まずは。ネットつけてくるから。出た方が楽しいかもしれない。いや、今の顔面は重くなかったですか？あ、このグローブ。あ、グローブですか？重くないですか？ただ、二つ目が痛いです。切りすぎた。ふぅ。でも、ニシみたいなグローブに重かったね。え、ニシでは結構いいですよ。全然分かんない。おもちゃのグローブって、皮が薄いじゃないですか。練習した方がいい、ザブ、ザブこっちか、ザブ打ってきてもらっていい？ザブだけ。
シャツこっちです。ちょっとマジで深爪がいて話しマジで深くないで、マジでスマップ重いっすね。お父さん、マジで散歩です。はい、マジで散歩がいたすから。マジです、マジです。なんか、なんかね、すごいやってる感が、うん、やってる感しかないよ。軽くスピードだけ乗せればいいんだよ。軽くスピードだけ乗せる。パンチを蹴る、ああ、キックも大丈夫、パンチキックよ。あれはほんとね、こう来たらこう払い落とす感じ。ガーナー来てたもん、うん、画面当たった、すごいよ、すごいよ。いや、マウスピースあっても公園でガチスパーはできない。怪我する。ガチでやっていきましょう。練習にもなる。これができるってことはさ、このグループで壊すってことか。この反射にちょっとこのグローブとグローブしてるそうそう、うんとね、このラブ行くなで、さ、こっちで払うだろう、パンって。ってことはさ、これがそのうん、右フックで被せるの。だからさ、うんとね、そのうんと打ってきて、それで、そのままこう。あ、そうか。ここ、このクローで、右手をかぶせたら、もうその、ポッと、あ、でもこれちょっとダブが入ってた。はい。もうちょっと、なんていうの、打ってきて、いい感じで、この、まあでも、ダブのスピードで合わせられないと思うけど、ストレ、まあ、パリングの反応ができてれば、そうだ、ああ、
ザルゾね。ほんとスカスが焼いてる。あとは万歳名声になっています。ちょっと脇開いてみますし、これはもうちょっとシュッとするこれでもいいし、これくらいでいいんじゃない。こうしたらさ、ちょっとそうまでいて打つよ、グッとこれで顎引いて効かないでしょ。あー、もう効かない。そうだから打ってみて、あ、ですか。そうそうそう、全然これインファイターだったらこれでいい。目に入ったわ、ドルさん。そうそうそう、だからパリングでさっきかわしてたけど、そう、かない、うん、あ、そういうことか。この繰り返しか。そうだから、そう、いけるいよ、すいません。いいよいいよ。俺も右目見えなくなったわ。そう、一回休憩していい？いやいや、お腹すいたっす。お腹すいく？え、ここで吸ったまずい。ダメ、下行こう。マナー守んないと。そうそうそう、配信者だから。ちょっとタバコ吸ってくるわ、俺ら。一回持ってっていいっすよ、これ。うん、持ってっていいよ。だから俺タバコ吸ってくるわ。ちょっと一服してきます。
何でも。はい。まあいいよ、ワンツーだけで。ライブでワンツーとミドルだけで。ここ。を持って、こう、自分のさ、顔の、パンチするときってこうじゃん。こう。で、少し、ワンツーって言ったら、少し前に出す。ワンツーって。こういう角に。配信回ってんの。これ回ってんの。回ってますね。え？回ってます、ね。まだ。回ってんじゃん。回ってないです。あ、回ってます。閲覧か。今？はい。いやいや、回ってない。配信するってなってない。でも閲覧動いてないですか。嘘。回ってんの。なんで俺らが回ってんの。回ってんの。完全にもう変質者じゃないですか。ね、我々。我々変質者。あのパンチをこう打ってきたら軽くパンって弾くの。こう軌道を変える。パンパン。ああいう練習がてら、うん、じゃあちょっとだけだぞ。こんな感じですか。普通にまずそう、もっと近づけます。もっと持ちしたら。これは動かさなくていいですか。前に俺がこう来たら前にちょっと出してこう。なるほど。怖っこれ。こういう感じしないね、ちゃんと。ゆっくりで、ミドルはこう、ゆっくり。もうちょい。おお、なるほど。これも押した方がいいんですか。あ、ちょっと前に出す感じで。おお。受ける方も結構苦しいね、どしっと。で、ミドル。ワン、ツー。ワン、ツー、ミドル。これ本気を食らったらって考えたら、ワン、ツー、ミドル。あ、せーの、シッ、ほい、ほい、あなるほど、ほい、シッ、ほい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 、角度がもっと向こうじゃないと、はい、あの、いくよ、はい、うん、シュッ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 、いい感じだ、
チできますよ。緑何十でパンツスイッチ左ですか。あ、それはパンツーで俺が勝手にスイッチする。いや、こういう、どっちかいや、もうそれはもうないって言ったら、俺がそっち。あー、オッケーです、オッケーです。おいしょい、はい、おい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 ハハ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 んでもいい、うん、自分のもう好きだよ。ワンツー、おお。ジャブ、ジャブニャツ、ワンツでしょ。疲れますね。やばいでしょ。なんかさ、こうあれですよ、見てる人って意外に何してんだみたいな感じに多分見てると思うんですけど、めっちゃ疲れますよね。3分間地獄っすよ。見てる人はね、言いたい方だよ。そう、2分で渋谷系してましたから、3分持たないからみんな。ね。なんか便所さんのが超きつくて、5分動いて30秒か15秒インターバルを2時間ぐらいやってゲロ吐きました。やばかった。最後も腕上がんないって感じですか。腕上がんないっていうかもう青ざめてきました。辰彦さん、あ、辰彦だ。お疲れ様です。おい、俺が入ってねえぞ。いや、来てよ。あれ、彼はあ、いや、下でなんか雑談やってますね、うん、多分僕の悪口。なんでやねん。コースケさん。じゃあ、あ、いや、でも彼にはやんないと。見てやろう。見てやるよ。バトさんのグローブ買った方がいいんじゃないですか。僕のグローブバカになってるんで買い直さないといけないんですよ。壊れてますね。白い方がいいと思います。ちょっと動いてみます。グローブあると思うけど、なんか白くて白いのつけてる。この際きつくねえか。深爪がめっちゃ痛いです。うん、いや、なしでもできるかね。なしやったら。え、バトさんのおやつの今何やってるんですか。今、リーマン。リーマン、リーマン。
ばんは。お疲れ様です。矢口です。はい。新宿警察の橋口と申します。はい。練習でいいんですかね。はい。キックボクシングか。そうですね。はい。いや、ちょっとですね、通報が入っちゃって、はい。よくこう、なんか、まあ、あれで、足の上で、はい。足の上で、練習してるんで、はい。それがちょっと危ないということで、今、通報入っちゃって。あの発祥の日にやってくれてこの前言われたんですよ。あ、そうなんですか。道路だからって言って、公園だとダメだからって言われて、カメラ回ってるんでこっち来てるんですよ。あ、はいはいはい。だから OK なんですよ。はい、なるほど。警察リーマン、え、リーマンって何ですか。リーマン、サラリーマン。あ、そういうことか。この公園の管理人も、要は公園だと撮影が禁止だから、こういうのはいいんだけど、ここでやってくれたら、ここは道路だから、ここでやってくれって言われたんですよ。警察だ、警察が来ました。あ、辰彦さん、辰彦さん、どうも。ここは道路だから、はい、多分これ見てる人が、多分いたずらしてもらってるだけなんで。通行人とか通られるんだって、通る時はもうみんなこうやって避けたり、それ2人いましたけど、どうしたらいいよ、めちゃくちゃありすぎだよ、ちょっと。いや、やばいよ、それ。俺の9年やってたの、本当に。9年やってたっす。9年やっててさ、なんで相当生生ってる、生ってんのかな、うん、ちょっと9年の動きじゃないの。ですよね。うん、オリエンタルランド。そうですね。今度見ます。あ、一緒に行こうか。一緒に行こう。ちょっと3分動いてたけど、もうね、やっぱ暑くなるね。相当暑くなるっすよ。ジャージなんか着てられないからね、もうちょっと動いただけで。暑くて暑くて、もうだから風邪ひくんだよな、冬はな。うん、ちょっとクモン君に負けるぞ、それじゃ。やばいですね、やばいですね。まあ、そういう方法
食い止めってるわけじゃなくてですね、まあ、通報があったら来なきゃいけないんですね。なんで申し訳ないんですけど、あ、はい、わかりました。わりかしちょっと広い場所があるんで、広い場所はね、はい、あ、いいっすよ、全然。ただ、時間帯によってはもちろん、予備官とかが巡回して何やってんのって言われる可能性もあるんですけど、今のところ向こうでは言われてないですよね。向こうでやったことはないですよね。ここに、要は橋でやってくれっていうことだったんで、全然、じゃあ行きましょう。ちょっと準備するんで。あ、はい。あ、で、お名前教えてもらっていいですか。山辺に飛ぶ津波の船、シーン、高水さん、高水さんの場所に、水木のバッキブーツ、水田の船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 、5月の21日、はい、16まだね、水剤飲んじゃってさ、やばいよ。ヘズがもうフラフラする寝る時間だったな。普段の電話通常だったら普通に電話だったら家も電話みたいな悪いでしょ。そのさんに会うのは僕の家に来ていただけたらニコロ。じゃあ
じゃあもし今日この後、はい、もしなんかまた通報があったら、はい、こちら来ても、はい、田中さんにも迷惑かかるので、はい、申し訳ないけど遠藤さんに電話入れさせてもらって、はい、でまた入ってるからって言おうしてっていう風な言い方になっちゃって、はい、それでお願いします、はい、申し訳ないですか、はい、すみません、はい、あそれじゃないの、でも誰も通ってないよ、その通しが言うか、あれ陽介はここいます、陽平っす、陽平か、やっぱ俺も結構ずるいっすけって言っちゃうよね、じゃ移動しますか、これが祝電ってやつですか、ね、そうです、これが祝電ってやつです、殿下の公務員の人に迷惑をかけるという最低な行為です、最低ですね、何が面白いんですかね、これ。いやよくわかんないですけど。さあ、100% また来るとかですかね。いや、来たら別に移動すればいいんじゃんっていう。これはどうする配信ですか、僕の配信です、これは。治安維持なんじゃなくて、その警察官は通報が入ったら動かないといけない、うん、仕組みをついてるの、アンチは、うん、傭兵移動しよう、じゃあ島津さん、僕らもこのまま離れますよ、ね、はい、ちょっと道路について僕ちょっと勉強してくるから、あ、了解です、今後もやるよね、いや今後もやります、また俺、はい、もしかしたら来るかもしれないけど、あ、了解です、その時はまた、はい、え、でどこでやればいいんですか、とりあえずは、うん、向こう橋渡って、はい、まあ、右手とか行ってもらうと、はい、多少広いところが、そこよりはちょっと狭くなるかもしれないんですけども、え、狭いところでやるの、その方が通行人の邪魔になんない、でもその極力通行が、まあ、少ないところ、うん、ここだって、うん、今1、まあね、時間いて2人か3人だよ、通ったの、いろいろ縛られちゃう、まあ移動しますけど全然。一旦ちょっと見てもらって、はい、了解です。多分ここだと、まあ、こんなに故意的に通らない限りは、はい、通らないっていうような、はい、くぼみがあるんですよ。あ、わかりました。なんで、はい、え、それは自分で探せばいいんですか、その場所は。あれだったら一緒に行きますよ。はい。まあ、近くに。はい。まあそういうのがあるけど、まあちょっとお気に召すかどうかわかんないですけど。あ、まあまあ僕らはどこでもいいんで。ちょっと待ってください。通行人ね。いつもあれば、ラジオ持ちますか、ね、あ、これ大丈夫ですよ。持ってます。ありがとうございます。あ、これ結構いいですね。これを背負って旅をしないといけないです。これ欲しかったんですね。これ空間ぐらい。これ5万ですね。よかったね、もらえて。何アンペアもらえてた。なんだっけな。5万。5万アンペア。なんだっけな、携帯電話だと40回。40回はい、スマホだと。パソコンだと20時間ぐらい。ってことは、10年期 ?10 年期。10年期なんですか、そう、バッテリーです。あ、これそうなんだ。それただのバッテリー。持って広かったんだと思って、なんか。しちゃいます。5万6000とか、6万とか。6万アンペアぐらいあると思います、多分。どうしよう。これ誰のだろう。荷物。あ、これどうぞ。あ、ありがとう。公園って言われるところだと、あれ USB どうした？じゃあ、あ、俺が持ってる。あ、本当。はい。じゃあ行こうか。じゃあ行こう。はい、じゃあ行きまーす。あ、じゃあお願いします。お待たせしました。わかんないです。とりあえず、はい、この中央公園の管理人はダメって言う。あ、そうですね。中央公園の管理人じゃないです。警察ですね。言ったのは。警察が言ったんです。公園の中での撮影は禁止。はい。中央公園の管理人には言われてないです、僕は。はい。お巡りさんが腰を上。そう。で、今度ここでやってくれって言われたんですよ。要は公園の許可が取れないから、ここでやってくれっていう。いや、来てないです。僕、迷惑かけたくないんで、夜中にやってるんですよ。誰もいない時間帯に。
やり始めたのはこの公園。そうですがもう最初で、はい、公園で撮影しちゃいけないっていうのは誰に言われたの？警察です。警察に言われた、はい。ここっすか。しかないんすよね。ここでも大丈夫。ここ真っ暗なんで明かりが。そうなんだよね。いや、でもマジで元気だもん。下の駐車場とかありましたっけ？広いところ。駐車場。駐車場っていうか管理が入っちゃうところなんで、はい、まあ、公園も公園の管理があると思うんで、あれどうですか？あそこの。はい。一応ここからちょっと離れるところなんですけど、はい、新宿区です。新宿区なんですけどちょっと離れるんですね、はい、ちょっとした小さい公園なんですけど、はい、音とかって出るんですか？その声みたいに例えば規制を上げても、いやいやいや、そんなんないっす、ないっす、ないっす、ないっす。一応住宅街なんで、住宅街多分クレーム、逆に近隣の住民から来ちゃいますね。はい、変な人がいるって。ちょっと音がする感じなんですかね。いやー、まあシャドウとかだったんでそんな音しないですけど、うん、でもなるべくその住民の方とか起きちゃったりとか嫌だなと思ってるんで、この辺でやってたんですけど。あの新宿村スタジオってご存知ですか？北新宿の方ですか？あ、そうです。そこのところに一箇所公園あるんですね、はい、あ、うん、そこは割とこういう誰かの管理してるところっていうよりかは多分区の管理とかになってくるんで、はい、おそらく管理会社とかそういうのはいないところなんで、はい、最近もそっちの方がいいのかなっていう感じがするんですけど、本当、まあ、新宿区って言ったらもう中央公園ぐらいしか大きい公園がないんで、ね、あれなんですけど、こそは無理だよな。ここだとちょっと難しい感じですね。真っ暗なんで。下は？下はないですかね。下だと、まあ下もやっぱ行動になっちゃうんで、ゆくゆくやっぱ人目につかない方がいいですよね。まあ、別についてもいいんですけど、人目についたら逆に迷惑かかるんで、僕らはそれを避けてるだけなんですけど。どうしよう。夜じゃないとダメっていうか、ね、昼間でもいいんですけど、昼間って子供がいたりとか、あの余計危なくないですか？僕らはその逆に配慮してやってる感じなんですけど、はい、はい、別に昼間やってた方がいいなら昼間でもいいんですけど、はい、昼間こんなところでやってたら多分アホですよね。うん、我々としても、はい、結局通報が入っちゃうと、まあ、動かないといけない、あの、うん、中断していただかないと、うん、いけなくなっちゃうんで、極力やっぱり入らないところが一番望ましいと思うんですね、うん、なんですけど今の現状、スタジオ借りてやったり、スタジオ借りてやる、いや、お金かかるじゃないですか、はい、もうあそこ固定って感じなんですか？はい、はい、逆になんでこうあそこでやっちゃいけないのかがよくわからないっていうか、その法的な根拠を教えてほしいぐらいなんですけど、多分警察、前に警察に言われたっていう時には、はい、まあ管理人さん、その
公園の管理人は来なかったっていうのなんですよね。多分夜なんで、まあ、閉まってますよね、はい。それかもしかしたら常駐してる人がいるのかもしれないですけど、ちょっと私も詳しいことは分からないんで、はい、あれなんですけど、まあ、その警察官がそのここでやりなさいっていう根拠がちょっと分からないんで、もしかしたらその管理人さんからの訴え出でいつもここで、いや違う、多分ね電話入ってきて、要はいや同じパターンだと思う、移動してくれって言って移動した、移動してくれって言って移動したっていうパターンですね。そうだったら別に公園、そうあそこだったら、うん、あそこは別に通行にいないし、ぶっちゃけ今もいないじゃないですか、ずっと30分以上経ってて。城上よりは公園の方がいいよね、うん、そうですね、うん、神社の人に聞いてみますか、うん、はい、新宿警察とかの交通に行って、はい、聞いたりとかはしたことないんですよね、どこでやっていいかとか。来た時に聞きました、こういう感じの時にどこでやったらいいですかって。来た時に、ね、そうです、そうです。それは多分僕たちみたいにいわゆるその交番にいるような警察官ですね。あ、それはどうか分かんないですね、交番かどうかは。夜中です。あ、じゃあそうですね、はい、日中帯に、まあ、僕も、ね、明日聞いてみるけど、うん、中隊にもしあれだったら、こういうのは道路使用許可がいるのかとか、はい、公園でやってて撮影はしていいのかとか、はい、その辺も別なところ聞いてからやった方がいいかも、ね。まあ、結局その公園の管理者がやっていいですよって言ったら、はい、それで OK なんで、誰に何言われようとも、まあそうですよね、まあ、他の例えば通行人の妨げにならないところって言ったら結構公園の中いっぱいあるんで、はい、全然やってもいいと思うんですけど、うん、まず全然公園の管理者とかには連絡取ったりとかしてない、ね、してないしてないです、はい、うん、そうですね、一回もしかしたらそれ確認して聞いちゃった方が、うん、今後やっぱ同じようなことがただあった時にですね、それがもう根拠になるんで、うん、で初めてこうやって苦情が入っても、こういう苦情は嫌がらせなんだなってこっちも分かる。そうなんですよ。いや今もう毎回ですよ。もうこれ10回以上、もうていうかもう毎日僕の家に警察官来てた時もあるぐらいなんで、部屋で喋ってて部屋で規制上がってるとか虚偽通報で、はい、要は嫌がらせなんですよ、もう完全に。この映像を見てね。そうです、そうです。だからこのやり取り楽しんでるだけなんですよ、今見てるやつが。はい、島津さんご本人にも確認していただいて、はい、で我々も一応あの明日確認はして、また今後会った時に、はい、そのお話できるようにしておきます。あ、お願いします。で今日は、はい、とりあえずできる場所探します、歩いて。そうですね、うん、ちょっと広めで明るくて、はいはい、そうですね。で、はい、またもし通報入っちゃっても、はい、あのちょっと来るかもしれないんですけど。あ、わかりました、はい、違う丸さん来るかもしれないですけど、はい、その通報が入る場所にもよるんで。あ、了解です。よろしくお願いします。はい。お疲れ様です。はい。はい。お疲れ様です。そうですね、こっちに下降りちゃったらいいです。よいしょ。失礼します。はい、失礼します。どうだったんですか？いや、どうもすることできないんですよ。警察官は、通報が入った時に、要は、動いたよっていうのをやらないといけないだけなんで、要は、あの、なんていうんですか、ぶっちゃけた話もで、なんていうの、うやむやにしたいだけなんですよ。その、処理したよっていう報告をしたいから。だからあの場所からどかしたっていう実績があればいいんですよ。だから結局あそこでやっちゃいけないっていう法的根拠は述べられなかったわけじゃないですか。どうしよう。ただの鬼ごっこなんだよ。また戻りますね。いや、戻ってもまた今の人が来るだけなんで。あそこでやろ。
公園でスポーツしたらダメっていう国だからな。めちゃくちゃだよな、ほんと。どっかあるかな。いや、道路使用許可なんか取っていちいち配信やってたら企画なんかできない。そう、この国は公園でスポーツをやってはいけない国なんだ。すごい国。ネバドさん、え、キャスバーの閉店時間わかります？キャスバー6時。めっちゃ高いじゃん。うん、そこはもうホームレスいるからやな、ねえ、かわいそうなんだよね。いや、もうちょっと動かなきゃ寒いな。一覧だけどだ。なんでさ、その人がいないところで迷惑かかんないところでやって怒られないといけないんだって。ここは？ここでいいんじゃん。これ通報入った。移動すればいいのか。そうです。はい、でやろうと。この辺です。この辺の問題ですか？え、この辺の問題です。あ、問題です。ありがとうございます。野球はダメなんだ今。やるか。超わかりました。角度とかあれですか？マルコス一回充電していいですか？いいよ。一発すごい。一発。配信やでちょっと。おしゃれです。あんまり良くないね。ねえ、コンタクト。いや、これはメイン。メイン。はい。あ、分かってるよ。その公務員の人だって言ってたもん。さっき話した時に、なんでここでやっちゃいけないんですかねっつって。我々も動かないといけないんで。通行人の邪魔になるって通報入ったんですけど、通行人いないっすねって言ってたよ。しょうがないんだよ。通報入ったら来るしかない。ちょっと待って。だからあれだよな、もう法改正するしかないんだよね、虚偽通報。虚偽通報を犯罪にするしかない。だって部屋の中で雑談してたら規制上げてるって言って通報されて、自分の中で配信止めてくださいって言われたからね俺。家の中で雑談やってたら止めてくださいって言われるんだよ。なんで？え、それ思われたんですか？え、思われたらだった。そうっすよ、毎日来てましたよ。特定されてた。あ、っていうか僕住所全然公開してるんで。あ、はい、隠してないんで。これ？あ、そうそう。俺のじゃない？それ違う？多分さっき刺さってたやつです。あ、俺のあったわ。大丈夫。大変だよね。あ、待って。車みたいにするの結構時間かかります。これに溜めようと思って。これは、いや、一日あれば、寝てる間に溜まりますよ、8時間ぐらいで。あれ、コンセントどこだ。
やるか。TK さんちょっとやっていい？ TK やっていい？だって俺だから。とりあえず休憩したいんだよ。疲れたとりあえず。砂さんの家に行くまでが近くの。いやわかんない。その武蔵山関駅に行くの？に行くかもしれないです。配信しない方がいいっす。いいよ。いいっす。ただ立てかけるとこはないっていう。スタンドがちょっと持ってるよ。あ、大丈夫です。ストック変われないから。チャリできた。あ、もうすぐかな。いやー、きついやばいだろ。落ちたら。落ちたらやばいやばい。落ちたらやばい。やばい他にコミットする。いや、なんかさっきより別のあれが減った。刺してる間は無理だよ、多分。ですよね。とりあえず充電しといて。だから20分ぐらいちょっとやって、余ってからやったら。そしたらいいっすよね。一回切っといてさ、充電すぐ止まるように。充電切っといたら溜まるの早いですか？まあ、消しといて。充電切らなくていいよ。空にしなきゃいいんですよ。何も、バックグラウンドで。そうやろうぜ。5時半くらいに帰ろうかな。うん、大丈夫ですか？大丈夫です。
そう。そう、クモン、陽平くん。うん、マイクどこにある？マイクって、これがマイク。行きましょう。移動がインターバンだ。待って、ボクシング9年って前蹴りで顔面なんてね、あの打ってみろって感じ。いつものインターバン。こっち？うん。 ありがとうございます。蹴りやる？蹴りまずいと思いますね、ちょっと。青壁でやってたら多分ヤクザ来るわ。おう、クモンお疲れ。禁煙してんだ。
あ、風船ありがとう。どうしたの風船。ありがとうね。やるよ。アウトローだよ。
ガードができるようになる。もう友達とかと練習しておけば。バランス崩さないよ。
がいい。で、万歳して、目線まで落とす。ちょっと軽く脇開けるぐらいで。目線よりもうちょい高くがある。で、最初こうやって巻いて、パッて巻いて。寒いね。それが、これくらいが、いや、まだ特にありやな、やるみたいっすね。お、ワイヤデさん待ってます。ステップがない。おお、怖い怖い怖い。
セボロで一番弱いって言われてんだよ。きっと、いや誰がですか。俺。いやそれは嘘ですよ。いや実際弱かったじゃん。だから殺されるよ辰彦とかに。あー最悪、血出てる。爪爪です。深爪マジ痛いんですよこれ。なんか知らないですけど飲んどこだ。ワイヤーズさん来んの？まあもう何回も出てさ、初彦に揉まれたら分かるよ。うん、もう帰る。またあれだよ、29俺も行くから。あ、くもりょう29、俺も行く。29ですか、28。28か。ブロッキングはできんの？いや、今見たの。大手じゃねえよ俺は。中堅最後の砦はどうだ。スパーやる？ 28。 あ、28っすか。やる？回しますよね、スパー。多分マスだけなのかな。辰彦スパーやらないのかな。どうなんだろう。マスだけかもしれないですね。前そうだったんで。ガチでやるのは危ないっすよ、本当に。危ないっすよね。本当にプロ同士がやるなら加減とか分かると思いますけど。危ないですよね。マスじゃねえぞ、ぶっ倒す。え、ワイヤーズさんやんの？ワイヤーズさんやる？
頭痛い。もうやめとく？もうやめとく？いや、だから休憩しないと。眠たさと頭痛さ。疲れてるんでしょ。今日もうやめときな。やります弱い人と。マクドナルド。そうだね、誰が一番弱いか決めよう。おー、ゆりこさん、アイテムありがとう。やべえな、俺も帰って雑談やろ。アイテム飛んでね、稼がないと。いやー全然だよ、いつもの5分の1ぐらい。全然稼げてない。動き良くないよ、全然体力ないよ。痩せないと。年末までに10キロ絞る。ステゴロって太りました。ステゴロの時は、体重85まで上げたんですよ。68ぐらいから。で、太りすぎだって怒られて、75ぐらいまで落として、10キロ。はい。すごいぐらい。で、今度は65まで落とそうと思ってて、今。今何キロですか？今75です。4分4です。やばいっす、ブヨンブヨンっす。めちゃめちゃ出る。15ぐらいだと。ええ、全然全然。同じくらい。身長は同じくらいですかね。身長すか。うん、同じくらい。何キロっすか。まあ、70くらいですね。はい。でも多分、筋量が多分、ああ、やっぱ全然違いますね。全然打てないんで、でも。結構脂肪と全く同じくらいか。さんと28あるでしょ、多分28いらっしゃるんですよね。はい、28お邪魔します。よろしくお願いします。僕も行くんで、多分その時にマスとかあると思いますよ。はい、TK さんはステゴロエントリーしてるわけじゃないですよね。してないですね。エントリーなんてあったんですね。そうなんです。今初めて知りました。エントリーあったこと。傭兵はエントリーしたの？しないです。あ、しない。出れねえじゃん。
来てる。カツラとか。セゴロ2、来年の6月だって。来年の6月早くてね。でもそしたら来年の秋。DK の動きが見てる。まあ、1年後ぐらい。見たやん。見たやん。いいですね、普通。頑張りまーす。まず、あれだもんね、出場枠に入らないとね。出場が決まったら、あれだからね、また地獄のトレーニングが始まる。みんなにいじめられるんだよ、ドルさんとかに。なんで配信始めたの？ AFC 大手には深夜中には怖いですよ。あ、そうなんですか。深夜中リスナーだったの？まあ、まあ、そんな感じですよ。捕まってからあんま好きじゃないかな。リストめっちゃ強いです。ピリピリしてくるやつですよ。あ、ひどいな。じゃあ、帰るか。まっすぐ行ったら新宿だよ。静岡のどの辺なの？静岡 C です。すげえ遠いところから来たな。静岡、神奈川経由。神奈川通ってくんの？あ、通る、川崎。やば。あれか、なんだっけ、なん東海道だっけ、なんだっけ。あ、東海道。 あれをずっと鎖でこういう本線。すげえな。
んないみたいなのありますよね。動画見えないと。全部言われたことある。100円あんの？あります。じゃあ充電できるかどうか聞いて。基本マックだよ。マンツとかって結構入る。マンツ？マンツ？うわ、どこ行った？今割れたっすよ。え？ふさんありがとう、バルちゃん。28年辰彦に教えてもらおう、一緒にですね。よろしくお願いします。こんぼうさん。あ、ありがとうございます。あ、明日経営飲んで。嘘でしょ。いや、ぬるいっしょ。頭おかしくなった。多分、今、俺の手が冷たくて。ぬるくて。はい。じゃ、行きますか。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。ここまっすぐ行くと新宿駅。新宿駅ですか？うん。歌舞伎町行きたい。歌舞伎町だから、ここまっすぐ。うん。じゃ、お疲れ様です。よろしくお願いします。ありがとうございました。ういっす。アンチコメがひどいよ。帰るぞ。和道さんの服、進撃の巨人っぽい。そうそう、捨て頃出た時のユニフォーム。みんなお疲れちゃん。おー、はずきちゃんいらっしゃい。家帰って雑談やって稼ごう。書き入れ時じゃ、書き入れ時。うやっぱジム通わないダメだな。お疲れ。タバコ吸おう。セゴロまだ決まってないよ。現役 JK さん決まってないよ。嘘、全く痩せない。嘘。3ヶ月ぐらいやらないと変わらないってんじゃないの。3ヶ月ぐらい。寒いな。腕だけムッキムキになったんだ。いいじゃん。あれだよ、体重筋肉の方が重いから
腕がムキムキになってるってことは、体重変わってないってことは、脂肪分は痩せるからスタイルは良くなってるんだよ。いいんだよそれで。初見さんいらっしゃい。なんで俺がズンドクさんと試合すんの、全然意味わかんないんだけど。目を痛めた前振りしょもかしょ、いや右目やられたよ、右目ちょっとかすってしばらく見えなかったよ。いや雑踏一配信やんねえわお前らがどんだけふざけた試合してるか見せつけようぜ。いや、お呼びじゃないっすね。プロテインは飲んでないけど、豆乳は飲んでるかな。豆乳飲んでる。豆乳1日2リッターの、1リッターか。1リッター飲んでる。暑い。暑いじゃない、寒い。女性ホルモン、女性ホルモンなんか入ってない、豆乳に豆乳に女性ホルモンなんか入ってないよしまず翔吾を尊敬してる親父に、親父はもう現役引退したよ、うん、とっくに。俺は関係ないよ、親父からトレーニングなんか教わったことないもん。小2の時に別れてるから俺は関係ないよ。親父がその世界戦に出たとか、どこどこでチャンピオンになったとか、俺が生まれる前の話だから。あ、イソフラボンのことか。ありがとう金太郎さん。持久力は大事だね。でも俺スタミナ持ったんだぜ、3ラウンド いらない、ないから。座頭市の設定ないから普通に話すよそういう細かい設定とか俺できるタイプじゃないよ。島津翔吾をバカにしてるとしか思えない、お前の行動が許せない。ハンデ背負ってる。俺松葉杖、試合しようぜ。俺はあんまりなんかそのなんかそういう不純な動機とか、なんか俺をぶっ飛ばしたいとか、そういう市場じゃん。なんか俺捨て頃出るためにやりたいんだわ。でぶっちゃけた話、リスナーさんと喧嘩したところで何にもないし、俺はなんか興味が湧かないわ、申し訳ねえ。忙しいし、なんか勝手にやってくれずんどこさん。俺は別に世界最強を目指してないから配信者格闘技祭だから、あくまで。申し訳ない。イソフラボンが女性ホルモン、へえそうなんだ。へえ、1日100リットルとかなの。俺ダメじゃん。あ、そうだったんだ、ありがとう葉月ちゃん。俺1日1リットル飲んでるわ豆乳
女性ホルモンバンバンだ、バンバンじゃん。全然ダメじゃん。アホだな。あ、女性ホルモンなんだ、イソフラボンって。あ、目治ったんだ、早いね。はいはい、いってらっしゃい。そうそう、俺配信仕事でやってるんだわ。悪いね。昔の放送みたいになってる。いい意味で、悪い意味で。原点回帰。昔のドルさんはね、リスナーに八つ当たりなんかしなかったんだよ。そこが良かったんだけどね。悪い意味なんだ。最低だな、どれ。ああ、悪い意味でか。最低だな。質問するなら花火よこせって言うんだけど、さらに面白い質問だなって質問できなくなった。ああ、石野みたいな配信スタイルだね。すげえな。もう瞑想してるんだろうね、多分。リスナーに文句言うのが昔のスタイル。いや、それはね、昔っつっても3ヶ月4ヶ月ぐらい前だと思う。もっと昔、30人ぐらいの頃、俺が言ってんのは。プップクプーとかね、バッキンガムとかどうのこうのとかね、くだらないことを言わなかった時期のことを言ってんの。くだらないね、小ネタを挟んでからね、あの人はダメになった。終わったんだよ。プップクプーだの、ありがとうにゃんだの、バッキンガムだの。
コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。